善悪の悲願。ニーチェ。前回の続きからです。二十七。理解されることの難しさ。人に理解されるというのは難しいことだ。 自分と違った生き方や考え方をしている騒がしい人間たちすなわち亀の這うようにあるいはせいぜいカエルの足取りで歩んでいる人々のうちにあってガンジスの流れのごとく早くのテンポで考え生きている場合には特に難しいことだ。 私ならむしろ理解されがたい人間になるようにあらゆる手を尽くすのではないだろうかだからいくらかでも精密に解釈してくれようとする善意の人には心から感謝すべきなのだろうしかし良き友人を自称する人間にはこうした人物は常に なれなれしいものだし、友人としてなれなれしくなる権利があると信じ込んでいるからだ。前もって誤解してくれるように、遊戯場と運動場を用意しておくべきである。そうすれば笑いの種ができるし、あるいはこうした良き友人たちを追い払って、 笑っているることもできるのだドイツ人の文体ある言語を別の言語に翻訳するときに最も難しいのはその文体のテンポを生かすことだ文体のテンポというものは そののの民族の性格に根差したものであり、生理学的には民族の代謝の平均的テンポに根ざしたものだからだ忠実に訳そうと試みながらも原文の拡張を崩してしまって偽造としか呼べないものもあるそれも事柄と言葉におけるすべての危険なものを 飛び越してしまう勇ましく楽しげな原文のテンポを翻訳できなかったためなのだドイツ人にはイタリア風の速いブレスト調をドイツ語で操ることはほとんどできないだから自由闊達な精神の思想を面白く大胆なニュアンスで語ることはドイツ人には 向きだと結論しても間違いいでではないのであるドイツ人には肉体からしても意識からしてもイタリアの喜劇の道化師やサテュロスを演じることは向かないし古代ギリシアの喜劇作家のアリストファネスやワイゼスな小説 サチュリコンの作者であるローマの作家のペトロニウスを翻訳することもできないドイツでさまざまに発達したのはどれも重々しいもの粘着性のもの儀式ばっていて不器用なもの全ての長田らしくて退屈な文体である 事実だからここで指摘するのを認めていただきたいのだがゲーテの三文も堅苦しさと優雅さの混合でありその例外ではないそれはゲーテの古き良き時代を映し出したものでありまだドイツ風の趣味というものが存在していた時代にそのドイツ風の趣味を表現した文体なのである。 様式と技巧におけるロココ趣味なのだ。レッシングは例外で俳優のような性格を備えていたために多くのことを理解し多くのものに熟達していたベールを翻訳したのも彼にふさわしいことだったしリドロやボルテールのもとに できればローマの喜劇作家のもとに逃げ出したかったことだろうレッシングの好んだのは自由精神の店舗だったしドイツからの闘争だったしかしレッシングほどの3分の毅者をしてもドイツ語の文体でマキャベリの店舗を模倣することができただろうか マキャベリは「君主論」においてフィレンツェのあの乾いて澄んだ空気を呼吸させながらあれほどに重大な出来事を手のつけられないような軽いアグレッシモのテンポで語ってしまうのであるそこにはおそらく重々しい事柄をあえてそれに逆らって語ろうとする辛辣な芸術家気質も働いていたに違いないのだが 彼の思想は長く重く硬く危険でありギャロップのようなテンポのうちに最高の気まぐれな気分が働いているのだしかし誰かついにペトロニウスの作品をドイツ語に訳すことを試みる人が現れるだろうか。 これまでのどんな偉大な音楽家よりもその意匠と着想と言葉の選択においてプレスト長が巧みな巨匠である彼のように風の足と動きと息吹を持ってそして風の開放的な嘲笑を持ってすべてのものを走らせることで健康にするのだったら 病んだいまわしい世界の全ての泥沼とてもどれほどのことがあろうかまたあのアリストファネスについて言えばあの透明にしながら仕上げる精神が存在したというだけで私たちは古代ギリシアの全体を許すことができるのだもちろん古代ギリシアの すべてが許しと増加を求めているものであることを私たちがすべての深みにおいて把握できるとしてのことだがだからプラトンの神秘とスフィンクスのような性格よりも私を夢見させるのは幸いにも保存されてきた彼の商品なのだ死のとこにあって マクラムトに置きたいと思うのは聖書でもエジプトの書物でもプタグラスの書物でもプラトンの書物でもないアリストファネスの作品なのだ一人のアリストファネスがいなかったならプラトンはどうやって人生をプラトンが否定したギリシャの人生を過ごすことができたろうか。 29. 独立不起独立不起であるということは少数の人間にしかできないことだこれは強い者が持つ特権なのだ独立しなければならないわけではないのに独立しようと試みる者はたとえそれだけの権利があったとしても それはそのものが単に強いだけでなく放達に至るまでに無効水であることを明かすものであるそれは迷宮の中に潜り込むことであり人生にすでに備わっている危険を千倍にも強めることなのだそのものは迷宮で迷い孤独になり 両親に潜む洞窟のミノタウロスによって食いちぎられるだろうがそれを目撃する人が一人もいないということは決して取るに足らぬ危険ではないそのものが滅びるとしてもそれは人々が理解できないほどの遠い場所で起こるために人々はそれを感じることも同情することもない そしてそのものは、もはや戻ることはできないのだ。もはや人々から同情してもらうため、後戻りすることはできないのだ。三十。洞察の功罪私たちの最高の洞察というものは、その洞察を、 聞き取るだけの素質もなく、天分もない人々にうっかりと聞かれた場合には、あたかも愚かなことであるかのように、場合によっては犯罪でもあるかのように聞こえねばならない。そして何よりもそのように聞こえるべきなのだ。かつてインドでもギリシアでも、 ペルシャでもイスラム教徒の間でも要するに平等とか道権とかいうものが信じられておらず異界というものが信じられていた世界のどこでも哲学者たちは公共的なものと卑怯的なものを区別していたその違いは公共的なものとは外に立ち 内側からではなく外側から眺め評価し測り判断することにあるのではない最も本質的な違いは公共的なものは事物を下から眺めるのに対して卑怯的なものは事物を上から見下ろすということである 魂には高みというものがありそこから眺めると悲劇すらもはや悲劇的なものではなくなるのであるあえて世界のあらゆる悲哀を一つにまとめたとしてこの悲哀を眺めることが必ずや同情をもたらし悲哀を2倍に強めることを誘惑し強制するのだということを 誰が決定できようか高い資質を持つ人間には需要となり清涼剤となる物質でもそれとは極めて対照的な劣った人間にはほとんど毒として働くのである低俗な人間にとって美徳であるものもおそらく 哲学者にとっては悪徳であり弱点であろう。高い資質を持つ人間がその素質を失い滅んで行こうとする時に初めて人並みの性質というものを持つようになりそのために彼が落ち込んだ低き世界においては逆に聖者として崇拝されざるを得ないということもあるのではないか。 同じ書物であっても低き魂が低劣な生命力の人が読むかそれとも高き魂が強い生命力の人が読むかで魂と健康に正反対の価値をもたらすことがあるのだ低き魂の場合にはその書物は魂と健康にとって危険で 破壊とと解体をもたらす書物となる。高き魂の場合にはその書物は最も勇敢な人々に自らの勇敢さをさらに高めさせる伝令の叫びとなる万人向きの書物とは常に悪臭を放つものだ Y 人のような周期が こびりついているのだ大衆が飲み食いする場所は匂う礼拝をする場所までもがそうであるきれいな空気を吸いたいときには教会に入ってはならない三十一 青春の幻滅若い頃にはニュアンスを嗅ぎ分けるという人生の最善の収穫である技も知らずに尊敬したり軽蔑したりするものだそしてそんなふうに人間や事物をむやみと肯定したり否定したりすることの償いを手厳しく払わされるのである すべての趣味のうちで最悪のものすなわち絶対的なものへの好みが人生においては残酷にも嘲笑され手ひどく扱われる仕組みになっているのであるやがて人は人生の真の芸術家がやるように自分の感情にある種の技巧を加えることを学び技巧的なものを 試してるるようになる青春時代には人は激しい怒りや強い敵を抱くものだがこうした感情は自ら人間と事物をうまく偽造して発散されない限り静まることがないようである青春そのものがすでにどこか偽造するもの 欺くものなのだ。あとになって我がき魂はさまざまなあからさまな幻滅に苦しめられるようになりついには自らを疑いのまなざしで眺めるようになるものだがその時もなお疑念と良心の呵責のうちですら魂はまだ激しく粗暴なままである。 その時魂はどれほどに自らを恨むことだろうどれほど苛立って自らを引き裂くことだろうそれほどまで長い間自ら自分の目をつぶし目をくらませていたことに復讐することだろうこのようにして人は自分の感情を信じられなくなり 自らを罰するようになるのである会議の気持ちからかつての感激を責め苦しめるようになる両親が痛まないということすら危険なこと自己欺瞞であり純粋な精神が疲労していることを示す現象であると感じるのだそして何よりも徒党を 青春というものに敵対することを基本的な原則とする塗とうを組むのだそして10年後になってやっと悟るのであるこれらすべてもまた青春であったと。